はい、どうも皆様、こんにちは。ラッシュゲーミングのグリードです。約2年ぶりぐらいかなにゲーム環境紹介動画を撮ろうと思います。なんでね、こんなにもこの環境紹介動画を出すのにね、遅れてしまったかっていうと、まず、その新しい PC が届くのがね、遅かったっていうのもあるんですが、せっかくね、環境紹介動画出すなら、前回とガラッと変えたいじゃないですか。だから、モニター変えようかなとか、マウスも変えようかなとか、後からあれも変えようとか、いろいろ考えてたら、どんどん遅れて、もうなんか半年ぐらい経ちましたね。環境紹介出します言ってから、本当ね、だいぶお待たせしてしまって、本当申し訳ないんですが、やっと、出します。でもね、正直ね、100% 欲しいものは揃ってないんですよね。まだこれから、コールドを出たら多分、キーボードとか、あと、モニターもう一枚追加するかな。あと、エルガードもね、PS5 も発売するので、あと、そのために、エルガード新しいの積んだりとか、あと、2PC 配信するように、パソコンあるんだけど、2PC 配信のなんかいろいろね、配線とかやらないとなっていうところなんですけど、コールドを出す前に、ゲーム環境紹介動画はちょっと出しておこうかなと思ったので、今日、出します。というわけで、早速紹介に移りたいと思います。皆さん、動画の前にぜひ高評価ボタンね、ポチッとするだけなんでよろしくお願いします。では、ゲーム環境紹介に移りたいと思います。こういう風に全体図見ると何もないね、シンプルというかもう面白みのない、ゲーム環境になってますが、本当に自分に必要最低限のものしか置いてません。これからね、2PC にしていくと、モニターが増えるかな。多分、この上部分にモニターを置くと思います。ちょっと横置けないんで、ちょっとね、この上にポンってアームでもつないでつけようかな。ではね、デスクから見ていきますかね。この大きい方からデスクですね。IKEA さんのベカントの大きい方だったかな。非常に安くて、デザインもシンプルで好きなんですよ。で、奥行きがね、意外とあって、このモニターの後ろ、汚いな。いや、改めて見ると汚いな。このモニターの後ろもね、スペースがかなりあるので、非常に作業しやすくなってます。こういうアンプとかも全部奥にやったりとか、ちょっとスペース空きたい時にキーボード全部奥にやったりとかもできるので、非常に作業をしやすいです。なんですけど、注意点としては、このデスク、引っ越しが多い方にあんまりお勧めできませんね。分解とね、もう一度作るのが非常に大変なので、あと重いんですよ。重いから引っ越し業者に嫌われます、これは本当に。IKEA といえばアメリカじゃないですか。で、アメリカの実際にそのストリーマーたちもみんな IKEA のデスク使ってる人が多いんですよ。アメリカは広いし、みんな持ち家だから引っ越すことがね、あんまりないから、その引っ越しする際の分解とかを考えてないんでしょうね。あと安いですし、その辺は値段がね、安いから仕方がないのかなっていう感じですが、デザインは好きなので気に入ってます。で、お次に椅子なんですけど、椅子はね、ラッシュゲーミングは DX レーサーさんにスポンサードをいただいてます。で、ラッシュゲーミング仕様の DX レーサーもあるんですけど、そちらはね、オフィスの方にあって、ちょっと僕の家には今なくてですね、前のオフィスからもらった岡村さんのバロンチェアかなを使ってます。これはね、本当にちょっと高いオフィスチェアなので、座り心地はね、もうめちゃくちゃいいです。皆さんよかったらラッシュゲーミングのね、DX レーサーホームページからね、購入お願いします。コードをラッシュって言うとね、割引されるんで、でも宣伝やないかっていう。宣伝させてもらいますよ、ちょっと。お仕事なんでね。じゃあお次、メインモニター行きましょう。最近買いました、デルの24インチ 165Hz の 2K モニターですね。これは本当 PC ゲー用に買いました。そして今もね、COD は PC 版でプレイしてて、モダンオフェアもコールドも2K でプレイしてます。コールドまだ出てないんだけど、ベータの時も 2K でプレイしてましたね。で、さすがに 2K で COD、PC 版プレイすると 165Hz は出ないんですけど、1080p だったらね、200以上出るんだけど、2K だとやっぱり FPS は落ちてしまうんですが、コールドをね、なんか DLSS っていうなんか、ほんと最新の機能がついてるらしくて、それね、すごい FPS がバカ上がりするらしくて、だから 2K でも165ぐらいでね、多分プレイできるんじゃないかなと思ってるんですよね。ちょっとその辺、コールドに期待。で、モニターもう一個ね、こっちは、前使ってた、BenQ の XL の方ですね。まあこれは 144Hz 出て、非常に安いから、結構買ってる人が多いと思います。僕もね、最初はこれ買いました。でも正直ね、色合い面では作業用向きではないので、今後も何かこっちはね、サブモニターは作業用のモニターに変えていくかなと思います。ちなみにこの後ろね、PSO がありますね。で、PSO。これが PS5 に変わります。ここの部分。Amazon で、ね、僕買えたんですよ。皆さん予約できた人いるから、僕ね、開幕 Amazon でポチ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 って押してたらね、買えましたね、もう。本当にたまたま買えた運よく。これからも PS5 と、PC で、ね、こうやってコールドはプレイしていくと思います。では、このね、ちっちゃいものたちから次行きましょうか。よいしょ。ヘッドセットですね。こちら皆さん知らない人はいないでしょう。アストロゲーミングの A40 のゲーミングヘッドセットですね。もう、これは日本で本当使ってる人多いですし、実際にね、本当いいものですからね。もう、とりあえずゲーミングヘッドセットといえば、やっぱこれになりますね。アストロさん。で、僕もね、高校2年生の時、バイト代かき集めて買ったのゲーミングヘッドセットがね、やっぱアストロさんなんですよね。A40 で。で、こちらも新しい方のアンプになりますけど、僕はもうずっと使ってますね、アストロのアンプは。やっぱ配信者としても絶対必須ですし、やっぱり今こうディスコードとかで、通話しながらっていうのが主流になってから、やっぱりね、オーディオアンプは本当必須だと思います。PS4 でやる方は PC と PS4 の音をミックスできますし、手元で音量調整。こっちはゲーム音とボイスの音量の割合をね、調整できたりもしますし、あとね、イコライザーの設定もね、音の聞こえ方も自由に設定できると。イコライザーの設定はあれですね、河川さんを真似しました。勝手に真似させていただきました。はい、次に、キーボードですね。ロジクールさんの、なんだったっけな、型番、10キーレスのゲーミングキーボードになります。やっぱりない方がね、ここ10キーがない方が、単純にスペースがね、空いてスッキリするので非常に、普通にゲームする分とか編集する分には一切使わないですからね、こっち部分は。もう、これずっと安定ですね。やっぱキーボードなら10キーレスかな。はい、こちらはもうずっと前回と変わっておりません。マイクですね。ブルー80の、マイクになります。ほんとお手頃で2万ちょっとだったかな。僕2万切ってたかもしれないです、買った時。本当にいい音出るし、2万いくかいかないかレベルの金額なので、非常に手も出しやすいのでおすすめですね。最近マウスも変えました。こちら、ロジクールの G304 っていう無線マウスですね。僕 G プロよりこっちの方がいいと思うんだよな。値段も G プロより安くて、で、非常に軽いし、小さめなんで日本人の手に合いやすいと思います。ちょっと Amazon で別の電池を変えて使ってるんですが、フレンド曰く半年以上余裕で持つらしいですね。電池。いや、もうこれね、無線マウスほんと快適だよ、皆さん。ちょっと有線でやってる人絶対無線にした方がいいと思います。もう今の時代。これはね、有線に戻れないと思う。ほんともうね、どこでもいけちゃうから。一切ストレスないですからね、これ。作業もゲームもものすごいしやすくなったんで、超おすすめ。この前動画で紹介しました。詳しく知りたい方はそっちでお願いします。XBOX のエリートコントローラー2ですね。僕が箱で昔にやってたのもあって、こっちの方がね、手に馴染みやすいので使ってます。非常にやっぱ優秀なコントローラーですね。コントローラー紹介した時に紹介してなかったケース部分。このケースがついてくるんですけど、これね、パカーって開けると、こういう風になってます。替えのスティック、パドルと、あと十字キーの替えのやつですね。で、この真ん中に、よいしょ、あるのが、スティックの硬さを変える鍵みたいな。これね、ポンって外して、こうね、刺してくるくるって回すと、スティックの硬さが変えられますよっていう。これポンって、マグネットになっててすぐ簡単に外れるんですけど、外れやすくないんですかってプレイ中外れちゃわないんですかって聞かれたんですけど、全然外れないです、これ。取り外ししやすいけど、プレイ中は全然外れないので、もうこの辺は心配は全くありません。ちなみにこのケースは後ろに USB の挿す部分があって、このケースに入れると充電できるよっていう仕組みになってます。さあ、下部分紹介したところで、こっちのウェブカメですね。ウェブカメはロジクールさんのウェブカメになります。フル HD で撮れて、ウェブカメでいい画質で撮るならもうこれ一択だと思います。で、これ以上の画質を求める方は、なんか一眼をつなげたりとか、海外のプロストリーマーみたいに一眼をつなげたりとかしないと、まあこれ以上の画質はウェブカメでは出ないんじゃないかなと思いますね。で、後ろ。これはね、エルガドの、あれですね。なんて言うんだろう。ライトなんですけど、キーライトか。これピッて、わ、まぶしいフラッシュバン食らった。まあ、これで、これをね、つけると、ウェブカメの、まあ、顔がね、しっかりと明るく映るという。まあ、顔だけじゃなくて、なんかね、物を紹介するときとかも、これをつけてれば、まあ、綺麗にね、カメラに映りますよっていう、まあ、配信者としては絶対ね、買った方がいいと思います。でもね、これね、ちょっとまだ在庫がね、あんまりないので、まあ別にこのエルガドのキーライトじゃなくても、まあいわゆるリングライトみたいな、よくあるね、ライトでも全然大丈夫だと思います。で、あ、そうだね、このモニターも紹介しなかったですね。まあ前回と変わってないんですよ。変わってないんですけど、なんだっけ、L5トロンでいいのかな。モニターアーム。こちらのモニターアーム非常に、頑丈です。すごい、まあ、ちょっとね、高かったと思います、このモニターアーム。もうめちゃくちゃね、しっかりしてるんで、その分ね。まあ、モニターアーム個人的にですけど、まあ、これも、こうやって奥に、よいしょ。まあ、こういう風に奥にやったりとか、だいぶスペース空きますね。まあ、数万、数十万のモニターを支えるね、アームですから、ちょっといいのを買った方がいいと思います。頑丈なやつね。これ、あ、そう。これ、ウィーってやって、でこちらの、スピーカーですね。これは非常に安いスピーカー。もうどこのメーカーかよくわからないけど、まあ、デザインが白なんで買いました。まあ、スピーカーはね、普段は使わないんですけど、まあ、なんか人が来た時用に、たまに使うかなって感じのもの。うん。さあ、最後に PC ですね。こちらはフレンドにね、作ってもらいました。もう長年のフレンドがいるんですけど、僕が初めて e スポーツチームを、COD の e スポーツチームを作った時の、フレンドで、関西弁喋るイギリス人がいるんですけど、まあ、すごく PC が詳しくて、自作 PC を作ってもらいました。まあ、自作だけど、だから多作ですね。これ自分で作ってないんですけどね。でね、そう、これ見えます？このパネル部分に、ラッシュのロゴをね、彫ってもらったんですよ。これ、ちょっと明かり消してみようか。電気消してみよう。消すとね、すごい、もうライトが、もう綺麗に光っております。で、こちらのライトね、色変更できるんですよ。まあ、PC 内のアプリの方で、なんか、こういう風に、色が変更できたりもしますね、自由に。まあ、やっぱりラッシュといえば赤なので、まあこれですかね。とりあえずやっぱり赤にしてあります。で、スペックは、ここにね、画像で貼っておきます。あ、最後、おまけとしてね、ゴミ箱。これも白なんで買いましたけど、ちょっと名前忘れちゃったけど、デザインがすごい可愛くて Amazon で買いました。これこうやって、被せるタイプになってて、非常に捨てるときが楽なゴミ箱ですね。で、後ろは、まあ、ベッドになってます。本当にね、何もないですね、この部屋は。以上で紹介終わります。はい、環境紹介はとりあえず以上になります。まあ、現状はね、このゲーム環境でコールドを、まあ、最初の方はプレイしていくと思います。PC 配信に限っては、まあ、本当僕初めてやるので、まあ、いろいろ調べたんですけど、まあまあ、できそうだなと思うんですが、まあ、ちょっと詳しい人アドバイスお願いします。さすがにね、ちょっと PC 関連はね、今まで全く触ってこなかったので、ちょっと不安が多いので、まあ、これは絶対やっといた方がいいよっていうものがあったら、ぜひね、コメント欄で教えてくれると、助かります。よろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。皆さん、お疲れ様です。チャンネル登録もぜひお忘れずによろしくお願いします。バイバイ。